ジラオンバ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 ジラオン。時は今千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自由のバジラオン。蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らない。お前だけれど吠えろ前期前期。いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に。そうさ前期前期。その輝きこそ愛という無限の力だ。バジュラオンバジュラオンバジュラオン。その昔縁の小津に命を受けし赤き御法の寄進あり、その名を善鬼。善鬼金剛の力にてこの世を跋扈せし魑魅魍魎どもを瞬く間に払い沈めたり、そして今この世に災い現れし時、無敵の鬼神善鬼は再び蘇らん。ラムちゃん久しぶり。私縁の千秋、幼馴染のナミちゃんに誘われて善鬼と一緒に新築のリゾートホテル温泉付きに出かけたんだ。うわいい眺め最高。本当、それにお部屋も綺麗。ありがとう存じます。だけど怪しい痴漢の坊さんは出るわ、人の精気を吸い取る化け物は出るわ、昼の集団に襲われるわで、もう大変。なにこれ気持ち悪い。そんなところにカルマの使徒グレンなんていうとんでもないやつまで襲いかかってきて、もう大ピンチ。一体どうすればいいの。おい、てめえの名前を教えろよ。カルマの使徒グレン。カルマの使徒。バザラダンカン、冥府の王よ、闇の星よ、光を封じる盾となりて我を守れ。クソったれ。おい大丈夫か、しっかりしろ。そんな前期のバジュラが通用しないなんて。バカ野郎が。式神なら自分の同志のことも考えて戦え。うるせえ。俺様はそんな女の式神になった覚えはねえ。何他愛のない最強の鬼神が聞いて呆れるわ。見ろ、マミちゃん、あれは吸血ヒールだ。さっき倒したやつは本体じゃなかったのか。俺の憑依獣は不死身だ。貴様らがいくらあがいたところで私にはかなわん。人間がうぬぼれんじゃねえよ。ダメよ前期、バジュラが通じないのよ。戦っても叶いっこない。今はナミちゃんを助けて。うるせえ。最強の鬼神たる俺様が尻尾を巻いて逃げるような真似ができるか。ダメよ前期。前期前期。これで分かっただろう、
実力の差というものが。ナミちゃん。あれは。またあの手か。何しに来たアンジュ。俺の手柄を横取りにか。慌てないでグレン。カルマ様がお呼びよ。何をバカな。俺は今鬼神にとどめを刺すところなんだぞ。アンジュ。誰。影荒野のミキソーマだ。この顔忘れたとは言わせねえぜ。知らないわ。ナンパならもっと違う手を考えていらっしゃい。グレン、カルマ様のご命令伝えたわよ。待て、アンジュ。ごめんね、ナミちゃん。私がもっとしっかりしていれば、こんなことに。じゃあ、いつまでもピーピー言ってんじゃねえよ。少しはあのグレンとかいう野郎と戦う方法考えたらどうだ。何よ、あんたが戦うことしか考えてないから。私の言うことを無視するからこんなことになったんじゃない。うるせえ。自分じゃ何もできねえくせに偉そうにしやがって。てめえのお腹ごっこに付き合ってらんねえよ。の言ってえな、マジすんだよ。あんたがそのつもりならもういいわよ。なんだってんだよ。どこへでも行けばいいでしょ。のあんたなんかもう知らないんだから。ちょっとで、こっちだってその方がせっせいする。あばよ。いいのか。あんなやついなくたって私一人でナミちゃんの仇を取ってみせる。そりゃどうかな。カルマを甘く見るんじゃねえ。何よ、そういうあんたはどうなのよ。いろいろ知ってるようだけど本当は何者なの。影荒野の大魔師ミキソーマ。大魔師。ああ、俺のように影荒野で訓練を積んだ僧侶は各地に封印されている憑依の実のガードに当たっていた。だがある日、身の力を悪用して世界を支配しようとする奴らが現れた。それが邪教の集団、カルマだ。俺がガードを依頼された寺も奴らに襲われ、憑依の身を奪われた。それじゃあ、式神町に現れていた憑依獣も奴らの仕業だ。カルマは人間の煩悩につけ込み、憑依の実を取り付かせている。一体何のために。それは分からん。我慢してね。私が元に戻してあげるからね。どういうことなのですか、カルマ様。鬼神に手出しをするなというのは。言ったはずです。冥府の星がサソリの心臓を過ぎるまでは鬼神に構わず一つでも多くの憑依の実を人間に植え付けよと。偉大なる暗黒神はお告げになっているのですよ。しかし私はあと一歩というところで鬼神を。分からんのか、青二歳が。何、今下手に刺激をすれば鬼神は今までよりももっと強力な力を目覚めさせ我らを脅かすやもしれぬと暗黒神様はお告げになっているのだ。臆病風に吹かれていては皇居を逃すことだってある。グレン、今は時が来るのを待つのです。星が牛虎の方角を過ぎれば好機は必ず訪れましょう。はあ。だが何であろうと鬼神を倒してしまえばカルマ様もお喜びになるはず。三者同士の中で誰が一番かということを証明してやる。まだよ、
まだ足りないわ。もっと正気が欲しい。若々しい正気が。てめえはもう用なしだ。ちょっと待ってよ。これはどういうことなの。待ってよね。聞かないで。寝ちゃってた。ナミちゃん、ナミちゃん、どうして。今何時なんだろう。ホテルの人もいないみたいだけど、もしかしておかみさんがみんなを避難させてくれたのかしら。それとも、もう憑依獣に食べられちゃったのか。まさか。ホテルの中誰もいなくて、私みんな化け物に食べられちゃったのかと思った。化け物ですって。そいつはこんなやつか。まさかおかみさんが憑依されてたなんて。あなたのピチピチした精気を私に及ぼし。冗談じゃないわよ。逃がさないわよ。この先は行けない。探したぞ鬼神。今度こそ殺す。当時のままで俺に叶うとでも思っているのか。どうした、早く鬼神となって俺と戦え。何。やられたたまるもんですか。どうだ。己よくも私の可愛いヒルたちを食らえ。あなたの若さが私の美貌の元になるのよ。助けて、ゴホーリングはもう。どうした、早く騎士になって俺と戦え。神の貴様を倒してこそ俺の力がカルマ様に証明できるというもの。同時姿の貴様に用はない。バチは恩悪だ。俺様を元の姿に戻せ。俺様の声に応えろ。くそ、やっぱりあの馬じゃねえとダメなのか。貴神に戻る力も失せたか。暗黒神様のお告げとやらも当てにはならない。な、何者だ。影荒野の大魔師ミキソーマ、貴様の相手はこの俺だ。貴様、ガキは邪魔だ。早くせろ。なんだと。今のままじゃ奴に太刀打ちできねえ。あの女を使うしかねえか。
東か。今の貴様の相手はこの俺だ。しけだな、邪魔をするな。観念を惜しい。本当に手間のかかるうつけだぜ。貴様が死んじまったら俺様は元に戻れなくなっちまうだろうが。ゼンキ、よくも私の美しい顔を。俺様を早く召喚しろ。よし、行くわよゼンキ。我得る鬼神の呪縛、鬼樹の刃にて封じを断つ。破樹バズラオン。この光は、奴が鬼神に戻るのか。待て、鬼神前期、ここに現臨。やっと現れたか鬼神、今度こそとどめを刺してやる。うつけが、そう何度もやられてたまるかよ。こっちも忘れてもらっちゃ困るぜ。何人で来ようが同じことを。命令違反を犯してまで戦いを挑むなんて、お手並み拝見といきますか。グーリア、愚か者が。ゼーママハバリタ・バザラ・ダンカン、冥府の王よ、闇の星よ、光を封じる盾となりて我を守れ。まだ分からんのか。この逆五芒障壁のある限り、貴様らは俺に指一本触れることはできん。今度はこちらから行くぞ。ウトーベル。ゼンキ、何とかしなさいよ。やれ、決勝勝つ。これじゃ、ラチが上がねえ。手も足も出ないではないか。鬼神など、恐れるに足らず。どうすればいいの。我が血を受け継ぎし者よ。この声、おずむ様。心の目を開け、そしてそこに浮かびし呪文を唱えよ。心の呪文。同志と鬼神の心が一つとなった時、より強力な武器が使えるようになる。心を一つに、そして私の心に浮かぶ呪文。前期、行くわよ。火炎獣。はぁ、本能か。何、我が本能核に炎よ宿れ。老化将来火炎王人。老化将来火炎王人。これが暗黒神様のお告げになられた鬼神の新たな力だとでも言うのか。これは早速カルマ様にご報告しなくて。うめえ。声が私、若さが、若さを返して。もしかしてあれ。ああ、このホテルの女将だ。欲望に駆られた者の哀れな末路だぜ。あれ、行っちゃうの。ああ、
カルマはまだまだ憑依の身を狙ってくるだろうからな。縁があったらまた会おう。カッコつけやがって、いけすかねえ野郎だぜ。邪教集団カルマ。ナミちゃんを含めた他の人たちはみんな無事に元の姿に戻りました。そして何よりも嬉しかったのは、前期が私を認めたことです。ありがとう前期、私のこと助けてくれて。別に助けたわけじゃねえ。俺様はあのグレンとかいう野郎にお返しがしたかっただけだ。でも私のところに戻ってきたってことは、私をマスターと認めたってことよね。ちょっと待ちな、誰が貴様なんか。またまた、無理しなくてもいいのよ。素直に私の式神になりたいって言えば。うるせえ。俺様は元の姿に戻りたかっただけで。人が下手に出てれば平気になったよ。でもなお、誰が下手に出てれば。